あの日のオルガン疎開保育園物語は、久保継子によるノンフィクション。君たちは忘れない疎開保育園物語と題して1982年11月に、ソード文化より観光された。太平洋戦争末期に空襲を避けて、東京、品川の戸越保育所と東京、墨田のアイクリンポ館の2つの保育所のほぼ11人、園児53人が、 埼玉県南埼玉郡平野村の無人寺、明楽寺へ集団疎開した疎開保育園の実録を関係者への取材に基づいて国名に綴る。あの日のオルガン疎開保育園物語と解題して2018年7月20日に朝日新聞出版より再刊。あの日のオルガンと題して平松恵美子監督、脚本により映画化され2019年2月22日に 公開された。あの日のオルガンのタイトルで2019年2月22日に公開された。文部科学省特別選定作品。太平洋戦争中、東京、品川の戸越保育所と東京、墨田のアイクリンポ館の2つの保育所のほぼたちが、園児と共に集団で埼玉県に疎開し、東京大空襲の戦火を逃れた、疎開保育園の実話の映画化。 山田洋次監督作品で共同脚本や助監督を務めてきた平松恵美子監督、戸田恵里香と大原桜子のダブル主演。その他、保育士役には1000人を超えるオーディションから選ばれた女優陣が起用された太平洋戦争末期の日本。東京、品川の戸越保育所と東京、墨田の愛育林保館の2つの保育所では、ほぼたちが園児を非難させるために、 疎開先を模索していた。子供たちを手放したくない、安全なところに早く逃したいと親たちも意見が分かれる中、埼玉県に受け入れ先の寺が見つかる。疎開をスタートさせたものの、毎日起こる問題の数々。励まし合って暮らす、そんな彼女たちにも空襲の影が迫ってきていた。ありがとうございます。